に政治をやっております。そういう中で私たちが到着いたしました吉村教団代表と一緒に皆さん方に私たちの姿を見ていただいて、これからの日本の方向を定めていきたい。どうか私和田雄一郎に強い強いご支持を賜りますようお願い申し上げます。吉村教団代表到着でございます。皆さんこんにちは。日本維新の会共同代表の吉村です。はい、あ、どうもどうもありがとうございます。和田さんよろしくお願いします。今日は和田さんの応援にやってまいりました。で、和田さんはこの日本維新の会の中でも、特に外交とか安全保障とか、そちらの方に非常に力を入れられています。日本と台湾の関係を強くしていく、いかに日本の安全保障をしっかりやっていくのかというところに力を入れているのが和田さんです。でもさっき和田さんも言ってましたけれども、今回ばかりはちょっと政治とお金まずいよなというのはもう僕もその通りだと思います。僕もあまりもう悪くは言いませんが、でもね、やっぱりちょっとこれはまずいなというふうに思います。実は僕は政党っていうのは手段だと思ってますので、日本を良くしてくれたらいいんです。なのでね、実は僕は石破さんにちょっと期待をしてました。政治と裏金の問題むちゃくちゃだから、国民の生活もしんどい、若い人の所得もなかなか上がらない、社会保険料も高いね、これから課題がいっぱいあるね。そんな中で石破さん、他党ですけれど裏金厳しくやれって言ってたから、もう僕やってほしかった。裏金問題なのこんなのダメだと、もう徹底的に厳しくやる、もう全部非公認にして刺客を送って、これをきれいにしてから日本前に進めるんだって僕はやってほしかったんです。石破さんにやってくれるのかなってちょっと期待してたもん。でも蓋を開けたらどうですか、ふにゃむにゃむにゃってなりましたね。総理になった瞬間、目の前の自民党の仲間のことばっかり考えて、国民のこと考えなくなりました。これでどうやって日本の方向性作っていきますか。総理総裁と言ったらこっち側の方に日本進んでいこうよ、道のないところに道を作っていこうよ、それが仕事でしょ。あんなにふにゃふにゃってなったら残念でなりません。これからもまた同じこと起きるんでしょうね。6億円でした。裏金僕計算したの腹立つから、いくらぐらい裏金やってるのかなって計算したらね、ありがとう、全部で6億ですよ。6億、皆さんがやったら脱税お縄ちょうだい、6億の脱税って言ったら民間人がやったら一発実刑です。おかしいですね。公明党はそこを推薦してます。腹立ってしょうがないです。僕たちは身を切る改革、政治家のおかしなところ、これを正しながら財政を立て直して、増税でもなく借金を増やすでもなく、未来に投資する、街に投資する、そういうことをやってきたんです。自分たちのことからやりました。和田さんだってですよ、やってるんです。さっきおっしゃってましたけれどもね、服の話もおっしゃってましたが、2割削減、和田さん報酬2割削減です。国会議員の報酬2割削減、和田さんだけじゃない、維新の会全員やってきました。その金額合わせていったらいくらぐらいになったかっていうとね、全部で7億円、片や自民党は裏金で7億円でしょ。日本維新の会は片や身を切る改革やって被災地に寄付している金額7億円です。どっちがマシな政治をやってますか。どっちがまともな政治をやってますか。もちろん維新の会 100% とは言いません。でもね、どっちがまともかっていうのを見てもらいたい。裏金の政治だけは本当勘弁ですね。というのも、これから社会の課題、これ皆さんに正直に言いますけれども、大変ですよ。どんどんこれから高齢化社会になっていきます。若い世代が減ってきます。現役世代が少なくなってきます。もうそうなるんです。どうやって高齢者の皆さんをお支えするのか、どうやって若い世代が元気になっていくのか、ここを真剣にやんなきゃいけません。というのもね、今僕知事市長やってるでしょ。そしたらいろいろ調べるの、調べたらどういう状況になってるかっていうと、なかなか現役世代社会保険で控除されて手取りが増えないよね、給料なかなか増えないよね、手取りが増えないよね、こんなに税金や社会保険料で控除されるのか、これじゃなかなか結婚できないよね、これまともな社会ですかね。僕はそう思いません。子供を結婚して1人目産みました、2人目3人目子供産みたいな、でもちょっと待てよ、教育費が高いな、教育費がこれ
十分な塾も行かせられない、学校も行かせられないかもしれない、じゃあちょっと2人目3人目産むのやめとこうかな、こう思う若い人が多いんです。まともな社会ですかね。僕はそうは思いません。現役世代が元気にならないと高齢者の皆さんをお支えすることもできないんです。これはもう事実です。で、僕は高齢者の皆さんに感謝をしています。なんでかっていうと、僕生まれた瞬間この豊かな日本を作ってくださったのは高齢者の皆さんなんです。今の高齢者の皆さんが戦後、ある意味焼け野原になって、ね、しんどい状況の中、日本を成長させようって一生懸命仕事して、そして日本を成長させて、そして僕たち僕は昭和50年ですけど、おぎゃって生まれた瞬間、そこには豊かな社会がありました。僕は河内長野っていう田舎で生まれたんですけど、大阪の南の方の、まあ、田舎で生まれました。ありがとう。田舎で生まれましてね、そんなに裕福な家庭ではありませんでした。むしろどっちかというと貧乏の方かもしれません。でもそこの社会にはスーパーがあって、買い物できるところがあって、豊かな社会が生まれた瞬間にありました。恩恵にあやかってるんです。その社会を作ってくれたのは僕たちの先輩、今の高齢者の皆さんです。だから僕は恩恵にあやかってる、お支えするの当然だと思ってます。僕らが生まれた時の子供の数は200万人でした。それが今いくらだと思いますか？70万人です。70万人台、半分以下になりました。どうやってこれで高齢者の皆さんをお支えするとか、やっぱり現役世代が頑張れるような社会作んなきゃ。教育費がかかるから子供2人目やめとこうかな、そんな社会はまっぴらごめんです。現役世代を頑張ってもらう、そこに重点投資する、それによって高齢者の皆さんをお支えする、そういった社会を作っていかなければなりません。でも我々政治家は言うだけじゃダメ、実行しないとダメなんです。口で言うのは簡単、でも実行するかどうか、そこがポイントです。さっき身を切る改革、国会議員の、ね、皆さん、和田さんも含めて実行してます。で、僕は知事市長ですから、いろんなことやりますね。やる中で、さっき言った通り、教育費が高いって言うんだったら、ちょっとそれまずいよな。子供の数が減ってるんです。どんな家庭に生まれても、まあ、どんな家庭環境だったとしても、ああ、この学校行きたいな、こっちで学びたいな、思えば、その道が開けている社会を作りたいと思います。 100% 完璧は無理です。これは 100% 完璧は無理かもしれませんが、少しでもそっちに近づけたいと思います。そうすることによって、まあ、子どもたちがね、学びたいところで学ぶ、本人が力をつける、これは本人が力がつくだけじゃなくて、最後は絶対社会に帰ってきますから、帰ってくるんです。教育というのは本当に大切、最後は結局人なんです。だからこういうことをやりました。もう大阪ではね、高校、私立高校の公立高校も高校の授業料は完全無償化、全員が対象です。所得制限もありません。教育費を減らすというためだけにやってるんじゃないんです。やっぱり教育に投資をするということをやらなきゃ。で、これね、僕は全国でやってもらいたい。僕知事市長だから数えてみたんです。全国でやったらいくらぐらいお金かかるのかな、数えたらね、 0.5 兆円でできます。あと 0.5 兆円で兵庫も北海道も九州の子どもたちも、全国の子どもたちが高校授業料完全無償化、私立も含めて、あと 0.5 兆円でできるんです。国の医療費いくらかかっていると思いますか？医療費はね、年間で約50兆円、 1% あれば全国の子どもたちが高校の授業料無償化になるんです。大学もそうですよ。今国公立大学、まあね、なんか東大が授業料値上げとか言ってるけど、逆国公立大学ぐらい無償にしましょう。子供はうすうす気づきますよ。生まれて我が家家庭ちょっと兄弟多いな、家族多いな、ちょっと大学難しいかなとか、これ気づきます。でもそんなの良くない、国公立大学ぐらい無償にしようよって言うんで、まあ、僕自身今大阪の一律大学、国立大学っていう大学があって、大阪公立大学っていうのにしました。今これは東大阪大に次いで全国で3番目の規模の大学が大阪にあるんですが、この大学は授業料は無償です。入学金も無償、医学部も対象です。まあ、よく考えたらね、お金持ちしか医者になれないような社会もおかしいし、まあ、医者にならなくていいんだけど、どんな道でもいいんだけど、ここで学びたいな、大学行きたいなと思えば、国公立大学ぐらい無償にしなきゃできるんだから。でもこれは増税でやってるんじゃないです。借金増やしてやってるわけでもありません。ましてや社会保険料を増やしてやってるわけでもないんです。でも国はどうですか？
子育て施策の財源を作るために社会保険料を値上げしたんですよ。ありえないじゃないですか、こんなの。ただでさえ高い社会保険料なのに、なんで子育て施策のためにそれを財源にするの。社会保険は保険のために払ってるんでしょ。子育て施策の財源になるんだったら、これから社会保険料はさらに右肩に上がっていきますよ。所得増えるわけありません。こんなの皆さんもっと怒んなきゃいけないんですよ。完全に目的外仕様じゃないですか。これがまかり通ってる。そして政治家は裏金でしょ。6億円の裏金やって、毎月100万円の見えない金、領収書のいらない金使ってるわけでしょ。これはもう真っ平ごめんですね。全国で大学無償化しようとしたらかかるお金は、これも大体 0.5 兆円です。国公立大学あと 0.5 兆円あったら、全国の子どもたちが国公立大学無償で行けるんです。おぎゃーって生まれた瞬間から、ああこの国は国公立大学無償で行ける国なんだなって作れるんです。それが 0.5 兆円で、国の医療費は50兆円あと 1% あればできます。増税皆さんされてますね。消費税増税してるでしょ。税収上がってます。実は国の税収って上がってるんですよ皆さん。あんまりこれ言わないけど、この4年間で12兆円国の税収は増えてるんです。そりゃそうですよね。消費税が買って物価も上がってるんだから、皆さん同じだけ同じもの買ってもそれだけ高く税金を納めてるんだから、税収増えていってます。今12兆円この4年間で増えてるんだから、12兆円あったら 0.5 兆円で全国の国公立大学無償にできるんでしょ。子供たち教育に投資できるじゃないですか。そっち側全然やりません。2人目3人目産もうと思っても教育高くてやめようかなって、若い人とかそういうの悩んでる社会なのに、そっち側に投資しないんだから、教育に投資しないの。ほんで自分たちの業界団体の方にお金ばらまく政治やってるわけでしょ。自分たちは裏金政治やって、腹立つでしょうがないですね。業界団体からの献金を受け取る政治を自民党やってます。そして公明党は自民党を推薦してます。これで皆さんの税金まともに使われますか。ねじ曲がります。僕たちはそれはもうやめてます。僕自身、まあ、知事市長です。ですので最初やるときに自分の報酬は3割削減です。知事の報酬は3割削減。そしてね、知事市長というのは退職金というのもありました。たった4年間仕事しただけで退職金いくらだったと思いますか。4000万円、給料以外に4000万円の退職金というのがあったんです。それでいながら大阪の財政は大赤字でした。過去の知事さんは全部それもらってました。でも維新の会はそれやめようと。あの大都市大阪だって大赤字だったんです。財政もむちゃくちゃ、給食もないようなそんなエリアでした。ましてや教育の無償化なんか絶対できないようなエリアだったんですから。大阪はだって財政むちゃくちゃなんだから。立て直しました。そのために最初にやったのは自分たちのことをやりました。議員報酬削減、議員定数2割削減、もう退職金もありません。だから僕は知事市長1期やったから、本当だったら4000万円の退職金、知事2期目だから本当だったら8000万円、3期目だから1億2000万円退職金、1億2000万円給料が退職金で、お母さん拍手してくれるけど、人間弱いもんですよ。現金には1億2000万円目の前にバーって並ぶとパクってやりたくなりますね。高級マンションももらえますよ、民間人だからね。退職金もたんまりもらわないと、やってないや、やってらんないよって、それは民間人だったらやりますが、違うんです。政治家はお金のためにやったらダメ。皆さんに一票与えてもらって、力を与えてもらってるんだから、ちゃんと道作んなきゃ。自民党やってないじゃないですか。それ裏金政治ばっかり、自分たちの身分を守ることばっかりやってるから。じゃあ僕はね、やっぱり次の世代が頑張って、そしてまあ教育、まあ無償で行けるぐらいのね、大学無償で行けるぐらいの、高校無償で行けるぐらいのっていうのを一生懸命やってますが、でもそれができるのも、できるのも自分たちのことをやってるからできるようになってるんです。これが自民党と公明党と決定的な違い。今僕知事3期目になってくると、業界団体から選挙応援させてくださいっていう依頼が来るんですよ。断ってます。もちろん政策のやり取りはしますよ。業界団体から献金させてくれっていう話が来るんです。断ってます。なんでか、それ受け取ったらどういう政治しなきゃいけなくなりますか。そんな政治は真っ平ごめんです。で自民党それやってるでしょ。自民党はそれでもねじ曲がってないって言うんだけど、そんなわけない、ねじ曲がってますよ。だって業界団体からお金もらってね、配慮しなかったら人手なしですよ。そんなのたんまり業界団体から献金もらって、
そしてね、そういうのやめようっていうので政党交付金というのができたんです。皆さんにコーヒー一杯250円分の税金をお願いする、でも業界団体からお金を受け取るのはやめようっていうのでその政党交付金というのができたのに、結局自民党全部受け取ってたままなんだから、そりゃね、どっちの方向く政治やるかっていうとそっちの方向いた政治やっちゃう。でもこれからの時代、これからの時代は現役世代が頑張れるようなそっち側の向いた政治をやりましょう。そして経済を強くしていく、経済を強くしていくためにはやっぱり東京一極集中は僕はダメだと思ってます。霞が関一極集中で決めるのもダメ。この関西だったら関西ぐらいの単位で大阪、兵庫、京都、まあ線区切ってますけど大体これ経済圏域としては一緒ですよ。大阪、関西、兵庫、この関西ぐらいの経済圏域で若い世代の皆さんがね、東京行かなくてもあここで自分の夢叶えられるやんか、学びたいところあるよね、そういった経済圏域を作っていかなきゃ。僕はその責任が関西にはあると思ってます。関西だけじゃないよ、九州とか、九州もそう、福岡中心にやったらいい、北海道もそうです。全部東京に人口行っちゃうけれども若い世代行ってる、それで成長してるかというか成長してないんですから。いずれ地方から東京に入る人だって数減ってきます。人口減少社会なので、そしたら最後そっちも止まりますよ。日本沈没じゃないですか。そう考えた時にはこれ関西には個性があって、東北も個性がある、いろいろエリアエリア個性があるんだから、そこで経済圏が成り立つようなそんな仕組みを作っていきましょうと。全部東京一極集中だっていいことなんか一個もない。例えばライドシェア、ライドシェア賛成反対あると思います。大体半々ぐらいですから、この中でも反対、半分ですから反対だと思います、まあ、僕は安全な対策をしてやるのが賛成という立場なんですが、ただそれでもね、もう全国でもうダメだって言うから、じゃあ来年万博もあるし海外からもお客さんいっぱい来るから、じゃあ大阪だけでもうやらせてくれと、もう責任持ってやるから、大阪で責任持ってやるから大阪でやらせてくれって言うから、ダメだって言うんですから。まあ、いろんな業界からは配慮しなきゃいけないのかもしれないけれど、それでどうやって新しい経済が生まれますか、どうやって収入が増えますか、なんでアメリカは収入が増えてるんですか、あんだけ右肩上がりになってるんですか、なんで日本は30年間成長してないんですか。その原因、その理由はね、皆様のポケットの中にありますよ。皆さんのポケットの中に iPhone 入ってるでしょ。皆さんが買い物するとき Amazon でも買い物しますね。アプリダウンロードするときに Apple 使いますね。新しい産業が生まれてるから、アメリカは給料上がってる、新産業が生まれる社会になってるんです。日本だって特に関西なんていうのはいろんな新しいことをやってみなはれの精神なんだから、どんどんそういう若手のチャレンジャーを応援したらいいんです。そういうふうに新しい経済を作っていったらいいのに、規制規制規制で、まあ、業界団体に配慮する政治で新しい経済もなかなか生まれない。長い目で見た時に給料これじゃ増えないです。まあね、やっぱりこの地域が力をつけていく、関西というエリアで力をつけていく、これはぜひやらせてもらいたいと思います。でも今目の前のことを考えた時にやっぱりあの政治とお金の問題はあれは本当に大問題。あのまま古い政治を続けたらね、絶対日本は良くならないです。ここを変えていかなきゃ。そして現役世代に重点投資をする、これをやらせてもらいたいんです。現役世代が頑張る社会を作る、これによって高齢者の皆さんをお支えする、そういった社会を増やしてください。今目の前にね、実際お子さんいらっしゃいますけど、実際お子さんこれからずっと何歳ぐらいだろう、これからずっとね日本に長い、もう100年近く生きるわけじゃないですか。僕はもうあと50年ぐらいだから健康にいても棺桶ですけど、子供たち孫たちの方を向いたそういった政治をして、その世代が元気にならないと町は元気になりません。で、高齢者の皆さんをお支えする社会、僕もいずれ高齢者になる、こんなのは順繰りの問題なんです。その時にやっぱり現役世代が頑張れるような社会で生まれてよかったな、ああ前向いていこうよ、そういった社会を作っていきたいと思います。そのためにもこの裏返りの政治はもうこれやめにしましょう。で、これをなんとか変えて、そして前へ進めていく、そのためには和田雄一郎さんが必要だと思ってます。ぜひ皆さん和田雄一郎さんに一票託してください。よろしくお願いします。そしてね、僕たち業界団体から支援を受けてませんから、今日こうやって撮ってもらった写真、ぜひLINE とか LINE で友達とかご家族に拡散をしてください。あるいは SNS でアップをしてくれたらな、してもらえたらというふうに思います。そしてまたね、LINE とかやらない方はご家族にちょっとね、来てたよっていうのをね、お伝えしてもらえたらなと思います。皆さんの口コミがものすごい力になりますから、僕ら団体の支援を受けていない分、皆さんの一票一票、皆さんの口コミ、皆さんの拡散、それだけが頼りです。ぜひ皆さんの一票
和田さんに、そしてぜひ和田さんを皆さん拡散してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。それでちょっとすいません、最後あの半年後万博やりますんで来てください。もうめちゃくちゃおもろいの出来上がってますから。散々批判されてるでしょう。僕散々批判されてます。まあいいですよ、批判されます、まあ、これからもしばらく批判されるんでしょう。でもね、すごいもんできてますから、その批判は受けます。受けるけど、圧倒的なもんができてますからね。あのベイエリアに、あの大阪のベイエリアなんてもうこの近所じゃないですか。もう海つながってんだから。あの神戸港と多分船でつなげるかな、今それやってるんですけど、大阪湾とか神戸港と神戸湾とつながってるんだから、もう一緒、お隣です。だから関西のあのベイエリアで2025年来年160カ国の国が集まって、世界の技術ってこんなのか、世界こんなこと考えてんだな、あ、未来社会ってこうなるんだっていうやつを半年後にやりますから。散々メディアには批判されてますけど、絶対すごいものができてますんでね、ぜひ半年後来てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。未来社会作っていきましょう。希望のある社会作んないと、面白くないですよ。面白い日本にしていかないと。頑張りましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、吉村共同代表が今皆さんにお訴えをしました。どうぞ手を振ってください。あのずっとね、最初途中ね手を振ってくださるんですよ。でね、僕はしょうがないから手振ってるんですけどね、俺もお前に振っとんちゃうねんみたいな顔がね、皆さん参加しました。どうかあの吉村さん応援してくれました。頑張ります。ではこれで吉村共同代表は次の会場に向かいます。もう一度大きな拍手を送ってください。皆さん本当にありがとうございました。長時間にわたって、また板屋の本通り周辺の皆さん、大きな音を立てまして申し訳ございませんでした。ありがとうございます。今吉村共同代表車に乗り込みます。今日はあの本当なら練り歩きをしたりしようと思ったんですが、ちょっと時間の都合や警備の都合でそれは差し控えております。どうぞご理解ください。そして私和田雄一郎、皆さんと一緒にこれから新しい時代を作ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。最後の最後まで応援してください。ありがとうございました。これで街頭演説会を終了いたします。ありがとうございます。